杉田豊は、日本の教育者。公立大学法人静岡文化芸術大学顧問、公益財団法人静岡新聞、静岡放送文化福祉事業団評議員。静岡県教育委員会教育長、財団法人静岡県埋蔵文化財、調査研究処理事長、学校法人静岡文化芸術大学、副理事長などを歴任した。1957年。 静岡県立浜松西高等学校を卒業した。卒業後は静岡大学に進み教育学部にて学んだ。1961年静岡大学教育学部を卒業した。静岡大学卒業後は静岡県の公立高等学校の教員として勤務する。浜松市立高等学校や静岡県立袋井高等学校など様々な 高等学校で教諭を務め、静岡県教育委員会の事務局でも高等学校、教育課の課長補佐などを務めた。その後も様々な高等学校での勤務を経て、静岡県立静岡高等学校にて校長に就任した。後に静岡県教育委員会の教育長に就任した。教育長としては、公立高等学校への中高一貫教育制度の 導入を推進した。杉田は、6年間ゆとりを持って過ごし、高校受験に充てる時間は人生について考えて欲しいとの思いから、中高一貫教育制度の実現に奔走し、静岡県立浜松西高等学校などへの導入にこぎつけた。初めて実施された中等部の選抜試験では、子供たちが生きてきた12年間の経験や知識を総動員し、 自分の頭で考える問題にしたいと考え、部下に試験問題の手直しを繰り返し命じるなど、洗練された問題になるべく力を尽くした。その他、教育長としての傍ら、静岡県が出資する静岡県埋蔵文化財調査、研究所の理事長なども務めた。また、2001年5月14日付の発令に、基づき、文部科学省の中央教育審議会では、 教育制度文化会議で、安倍金谷、奥谷玲子、坂村健、竹内博藤原正彦らと共に、臨時委員を務めた。全国都道府県教育委員会連合会では、理事を務めた。静岡県が、公設民営方式で設立した静岡文化芸術大学にて、学校法人の副理事長を務めた。後に、静岡文化芸術大学が、学校法人から、 公立大学法人に関されると、公立大学法人の顧問に就任した。また、静岡県埋蔵文化財調査研究所の源流でも、ある、寸布博物館は、2011年に、静岡新聞、静岡放送文化福祉事業団に移行したが、その同事業団にて評議員を務めている。加えて、静岡大学教育学部同窓会の会長を、務めている。 1998年、文部省中央教育審議会今後の地方、教育行政に関する省委員会の審議に、全国都道府県教育委員会連合会の理事として招かれている。この中で、特色ある学校づくりの推進には、校長がリーダーシップを発揮しやすい環境を整備することが不可欠と指摘している。また、学校の予算についても、緊急時に、 科目間の流用など、弾力的な運用ができれば、学校運営の仕方に変革が期待できると述べている。ただ、予算の運用の弾力化については、これは大きな問題等が絡んでまいりますので、強い要望ではございませんと断った上での発言であり、その問題点についても言及している。また、定数標準法の改善を主張しており、一学級の定員について、 学校現場としましたら一学級の定員の数ですね。40人というのを一人でも少なくしていただきたいという希望は強いと述べている。また、2008年に実施された全国学力学習状況調査について、その結果の分析や情報公開の是非を論じた論文を発表している。この中で結果の公開は、 地域や保護者の教育に関わる関心を嫌が上にも高めるであろう。このことは教育界にとって決して悪いことではないと指摘した上で、公開の程度については、基本的にはそれぞれの学校や地域の特性に合わせて責任持って行えばよいと主張している。静岡県教育委員会の教育長を務めたが、先々代の教育長である庄田武氏は、 高等学校の先輩にあたる。浜松市立高等学校では、同僚、静岡県教育委員会事務局高等学校、教育課では、上司と部下の関係だった。翔田から助言を受けたりすることも多く、杉田は不思議な縁。翔田さんからはずいぶん訓導を受けた。校長になったらもっと勉強しろなどとねと語っている。ありがとうございます。